関東大会で優勝しましたように、非常に頑張ってね、レベルを上げて、まあ、そういう部分では、身の丈以上にね、頑張ってると思います。これは若い人の力のエネルギーっていうのは、我々、想像絶するものをね、出す時もありますからね。前年度のチームが、まあ、世界チャンピオンチームだったんですけどね、まあ、そういう部分では、見劣りするところはあるんですけどね、でも大学のレベルではもう文句なしでしょうね。女子については、まあ世界チャンピオンチームですからね、まあ本当に贅沢なメンバーですよね。手についてはね、盤石に、ね、なりました。まあ男子はね、三枚岩、4年生の遠山、3年の野口、2年生の石塚、この三枚は揃ったっていうのが大きいですね。
ってやる誰やんねん今までやるからこのまま出されへんよしよしよっしゃ